A 子は死ぬほど愛している B 男に、とある喫茶店で別れてくれと言われた。僕は C 子ちゃんという子のことを好きになっちゃったんだ。ごめんよ、悪いけど別れてくれ。 A 子はガーンと来た。悲しい、泣いた。泣かないでくれ。君に流れると辛い、やはり。偽りの愛の言葉を言うことはもうできなかったが、美容は優しい男だったので、 A 子の悲しみを少しでも慰めてやりたかった。そうだ、お別れにね、お互い大切なものを一つ交換しようで、記念にずっと持っていようね。そうしよう。明日最後にもう一度ここで虹に会おう。そっとき持ってきてくれね。いつもの A 子なら、あ、やっぱりビヨンって優しいなと素直に思えたであろう。しかし振られた女の心理は、普通の女の子を呪われた悪魔に変えてしまう。もうすでに A 子は美容を憎み始めていた。 A 子は顔を上げた。分かったわ。明日お互いの大切なものの交換が終わったら、私はあなたを諦めるわ。わあ、分かってくれたのかい、A 子。君は僕なんかより素敵な男を探して幸せになっておくれ。それじゃあ今日はさよなら。ビオはほっとして逃げるように去っていった。その背中を見つめながら、 A 子はニヤッと笑った。次の日の同じ喫茶店、 A 子は少し早めに来ていた。 B 男が来た。いや、どうも。持ってきたかい？ええ。 A 子の目は赤く充血していた。 B 男はやはり罪悪感に駆られ思った。ゆうべ熱で泣いていたんだろう。かわいそうだが仕方ない。美容は振り切るように、さあ僕のはこれだよ。父が昔ドイツの骨董屋から買ってきてくれた古い万年筆だ。とっても大切にしていたんだよ。でも君にあげようね。美容が差し出すと、A 子は受け取った。ありがとう。今度は A 子の番だ。私のはこれ。 A 子はますます目を赤くして白い小さな箱を差し出した。なんだろう。開けてみて。それは油紙に包まれた A 子の人差し指であった。美容は眼球が落ちそうなくらい目を見開いて震えた。さらに目を充血させて A 子は言った。私の大切なものよ、わかるでしょ。ゆうべ切ったのよ。いやー、痛くて痛くて。 A 子はもう正気ではなかった。 A 子のその声はいつになくバカでかく、そしてやはり震えていた。激痛ってこのこと言うのね。家からこの喫茶店の道中も分かんなくなったくらいよ。でも約束の1時間前に家出たから逆に早く着いちゃって A 子はもう自分で何を言っているのか分からなくなってきた。そして美容には何も聞こえてはいなかった。ただ胸が早くことを打つのだった。私ね、これ合図を
いろいろ困るんだけど、大切なものって言うから、これをあなたにあげるわ。ないと本当に困るのよ。大切なのよ、これ。と、英子は白い箱の中身を指さそうとした。ビーはうめいた。英子は指さそうにも、その指は塔の箱の中にあったのである。ほら、もう困るわ。